ウバザメ、ウバザメ、ウバザメ、サトライネスマクシムスはネズミザメメウバザメかの一族一種のサメ。ジンベイザメに次いですべての魚類の中で二番目に大きい種である。ウバザメはハンガリ種で世界中の海に広く分布する。性質はとてもおとなしい。また動きは緩満であり、人間にとって危険性の低い露化接触者である。俗名サトライネスは ギリシア語のキートス、海の怪物、クジラの糸、ライノス、花の糸に由来する。種小名、マクシムスは、大きいという意味を表す。和名であるウーバザメ、ウバザメは、体側部にある非常に、長いエラ、列を、老婆のシワに例えて名付けられたとされる。英語名のバスキングシャークは、このサメがしばしば水面近くで餌を取っている様子が、見され、 その様子がまるで日光浴、バスックをしているようであったことから名付けられた。また、このような行動をしている際に簡単に捉えられてしまうために、かつてはバカザメ、バカザメという和名だったこともある。現在も別名として用いられる。沿岸性また海遊性の種で、世界中の亜寒帯から温帯にかけての幅広い水域の大陸方周辺で季節ごとに見られる。 水温摂取8度から14度を好む。しばしば陸の近くでも見られ、囲い込まれた港や内湾の中へ入ってくることもある。プランクトンの集中している場所に集まるため、しばしば海面近くで見られる。ウバザメはネズミザメ目の最大種でかつ、知られている限りで最も大きなサメの一つであり、これより大きな種はジンベイザメの実である。 正確に測定された最大の個体は、1851年に、カナダファンディワンの二芯量の網にかかった個体である。全長は12.27メートルあり、体重は16トンと見積もられた。ノルウェーにおいて、12メートルを超す、ウバザメが3尾、最も大きいものは13.7メートル、報告されているが、この地域周辺のいかなる場所でもそれほどの大きさの、サメが捕獲されたという報告が、 ほとんど無ことからこれは疑わしい。普通、ウバザメは全長3から8メートルほどになる。9から10メートルを超える個体もいるが、長年にわたる乱獲の後、これほどの大きさの個体は極めて稀になっている。日本では網に買った9メートルの個体が、瀬戸内海、日立市沖合で見つかっているが、近年はサイズのみならずウバザメ自体見つかることが珍しい。 ウバザメはかなり特徴的なエラ、列を持っている。他のサメ類のエラ列はせいぜい対抗の半分程度で、あるが、本種のエラ列は、腹から、背まで、体幹をほぼ一周するかと思われるほど、大きく裂けている。それぞれのエラ列の間からは赤いエラがはみ出しているのが見られる。またエラ列に応じて、巨大な細球も備えている。ウバザメが大きく口を開けると、 その奥には湾曲した太い軟骨の柱がまるで檻りのよう並んでいるのが見える。細球にはプランクトンを腰取るためのエラハと呼ばれる盲状の器官が存在している。これは各細球の端に沿って串のように密集して生えており、口から入った海水と共に流れてくるプランクトンを捕らえる。口は対鼓よりも大きく開くことができる。このサメは典型的なネズミザメか。 学名、ランナデイの体型を持つため、同じネズミザメ科で、大きさも似ていることから、遠目では、ホホジロザメと間違えられやすい。しかしながら、近づいて、よく観察すれば、この2種は、容易に判別できる。ウバザメの空洞状の口、幅1メートルほどになり、餌を取るときは大きく開けたままにしている、より長く、はっきりとしたエラれず、ほとんど頭部を一周しており、 発達したエラ歯がついている。より小さな目、そしてより細い胴回りなどが判別の目安となる。頬白ザメは大きく、探検状の歯を持つが、ウバザメの歯は、より小さく、5から6ミリメートル、鍵状である。そして、上あごの最初の3から4列及び下あごの6から7列のみが、機能している。この2種の間には、生体の面でもいくつかの違いがある。生体の甲を参照。 他にうばさめの特徴としては、非常に傾いたビブの柄、縦うろと数層の粘液で覆われたとても荒い肌、鋭い興奮、若い個体では、明確に曲がっている、三日月状の大びれなどがある。大きな個体では、背びれが海面状に出るとひっくり返ってしまう。退職は、非常に変化に富む観察時の状況や、個体自身の状況にもよるようである。一般的な退職は、 背中側が暗褐色から黒あるいは青で、腹側に行くにつれて鈍い白色に変わる。このサメはしばしば傷ついているのが目立つ。この傷は、ヤツメウナギやダルマザメに遭遇したことによるものである。可能性が高い。ウバザメの肝臓、重さは体重の25%に達するは、復空の全長に及び、浮力の調節や長期間に及ぶ活力の貯蔵の、 役割を果たしていると考えられている。メスの場合、右側の卵巣だけが機能しているようである。もしそうであれば、これは、サメのうちでは、珍しい特徴である。ウバザメは、暖かい時期には、陸の近くや囲い込まれた港の中で見られるものの、彼らは海遊性の種で、秋から冬にかけて、海面近くに、プランクトンが、ほとんどいなくなる時期は、完全に姿を消すようである。 この時期には、ウバザメは深海底に留まっており、ここで冬眠して、エラ歯を失うという仮説が立てられている。ウバザメはプランクトンを摂除している。海面近くで大きく口を開けながら、エラ歯を立てた状態で泳ぎ、海水からプランクトンをエラで腰取って食べる。ウバザメがろ過する海水の量は1時間あたり2000リットルにも及ぶが、このようなプランクトンフィーダーの仲間は、 サメ類では珍しく、他にジンベイザメとメガマウスの合計3種のみである。動きは、緩慢、サイ維ジ時の速度はおよそ時速3.6キロメートルで、接近する船を避けようともしない、このあたりが、ホホジロザメと異なる。単体で、かつ巻栄に引き寄せられていなければ、人間に対しては無害である。ウバザメは、社会性動物で、性別によって分けられたグループを形成する。 このグループは通常は少数3から4尾であるが最大で100尾に及ぶものも報告されている。彼らの社会行動は視覚的な合図に従っているものと考えられている。ウバザメの目は小さいものの非常に発達している。このサメは船を視覚的に観察し同族と間違える可能性があることが知られている。メスは出産のために浅瀬を探すと考えられている。 このサメには捕食者はほとんどいないが、シャチやイタチザメがウバザメを捕食することが知られており、また前述したヤツメウナギがウバザメに食らいついている様子もしばしば見かけられる。ヤツメウナギがサメの厚い皮膚を食い破ることができるとは考えられないが。いずれにしても、ウバザメは巨大で動きが遅いが、ジャンプして海面に体を打ちつける、ブリーチングも行うことができ。 水面から全身が完全に飛び出ている様子も報告されている。この行動は寄生虫を追い払う意図があるものとされる。ただし、これらの観察記録の正確性については疑問も持たれている。記録されているウバザメの泳ぐ最高速度は時速 6.5km であり、森を打ち込まれた状態でジャンプしているところが観察されたことがないためである。 2014年12月21日に放映された NHK 総合ダーウィンが北では、上ザメに取り付けられたカメラにより、太陽のヤツメウナギ、ヤツメウナギによる多数の傷、ヤツメウナギを振り落とすためとみられる。ブリーチングの空中映像、水深150メートル水温取4セ5度の深海に長時間いることが記録され、番組では、 深海で仮を行い水面近くで体を温めている可能性が語られ。歴史的に、ウバザメはその泳ぎの遅さ、非攻撃的な性質、そして以前は豊富な個体数のために漁業の主要産物であった。ウバザメは商業的に様々な形で利用された。肉は食品や魚粉に、皮膚は比較に、そしてその大きな肝臓。 スクアレン成分の含有量が高いは油に用いられた。アイスランドでは肉を発酵させたものをハウカットル、W、エカールと呼んでチンしており、サメ独特のアンモニア臭が特徴である。現在では主にヒレ、フカヒレとして利用するを取るために捕獲されている。体の一部、軟骨などは伝統中国医学の薬や日本では美薬としても用いられている。 急速に個体数が減少した結果、現在では、ウバザメは保護種に指定され、生産品の交易は多くの国で規制されている。イギリス、マルタ、フロリダ及びアメリカ合衆国内の案、そして大西洋においては完全に捕獲が禁じられている。ニュージーランドでは、ウバザメを目的としての量は違法行為である。 ウバザメは自分に近づく船やダイバーに対して寛容で、ダイバーの周りを旋回することさえあり、ウバザメが頻繁に見られる地域での観光ダイビングの目玉として人気を呼んでいる。死骸は腐敗するとた顎が脱落したりして、生きている時と違う生物のように見えるほど変形することもある。そのような状態で海岸に流れ着くと、体が大きいこともあって、海の怪物、 死鳥流の生き残りなどとしばしば人を騒がせる。1977年にニュージーランドで発見されたニューネッシーなどのように、かつてシーサーペントやプレシオサウルスのものであると考えられた死骸いくつかが後に腐敗したウバザメの死骸であろうと結論付けられている。日本の三重県大王崎ナキリの港ではかつてツキン、棒と呼ばれる森を使ったウバザメ漁が行われていた。 しかしこの量が盛んだったのは1970年代までである。これに関して千葉県立中央博物館の宮正樹は NHK の取材班のインタビューに対して噂めのかつての生息圏がメガマウスに映っているとの考えを述べている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。